行けたら行きやがれ。僕だって人間なんだ。もうやめて。ロリウェイ。1996年、火星の国連基地はグラドス星人の攻撃に遭い壊滅してしまいました。わずかに生き残った私たちはアメリカ軍基地に助けを求めたのですが、アメリカとソ連を戦わせて地球人同士の自滅を誘う作戦はもう始まっていたのです。そしてあの人は私たちを守るために、正直やられたと思いましたよ。ああ、殺し屋みたいな敵を二人相手に本当大したもんだ。運がいいんですよ。身も蓋もない言い方ね。正直な家系なんです。よく言うよ。誰もが必要以上にはしゃぎたがっているようでした。あの人はやっぱり私たちを見捨てなかった。絶望しかけていた私たちは再び生きる勇気を見つけた思いでした。他の人たちは？お前の仲間にみんな殺された。お前たちが来たためにたくさんの仲間が殺された。メインもボブもフランソワもビルもニコライフもみんな殺された。ジュノもだ。みんな勘違いするな。こいつは救世主なんかじゃない。人殺しの仲間だ。デビッド、こいつは疫病神だ。悪魔の使いだ。言葉を慎みなさい。全ては済んだことです。済んだこと？ドクターエリザベス、仲間を殺されて黙っていられるほど俺はお人よしじゃない。彼を責めれば死者たちが蘇るとでも言うのですか？私はあなたたちの引率者としてこれ以上一人たりとも失いたくないのです。だからあなたたちが全員無事で地球に帰れるなら、私はそのためにならどんな可能性も逃さぬつもりです。今後は勝手な言動は禁じます。皆さんもです。いいですね、デビッド。わかりました。この地球人が火星と呼ぶ太陽系第四惑星には二大強国の軍事基地が存在した。これは地球上での軍事競争の延長されたものである。この基地に我がグラドスが密かに干渉し、地球のものと同様のミサイルを同時に撃ち込んだのだ。地球人どもはお互いに相手基地からの攻撃と思い込んで報復手段に出た。諸君の見た通り、第四惑星でのシミュレーション作戦は完璧に成功し、二つの軍事基地は全滅した。諸君、我々の最終目的は第三惑星地球を我がグラドスの支配下に収めることにある。地球はここしばらく二つの大国が軍事的なバランスを保っている。この二つの国に同時に火をつけてやれば、たちまち世界は地球人の呼ぶ第三次世界大戦に陥るはず。諸君、地球人も100年200年前の猿ではない。すでに幼稚ながら他の天体へ進出を果たした科学力を侮ってはならん。ただし奴らの科学は
軍事的発達に目的が置かれてきた。すでに地球全人類を幾度か滅ぼすことのできるほどの兵器を蓄えていることが探知されておる。我々はこの地球人が自ら生み出した悪魔の力を互いに使い合うように手助けしてやらねばならん。やがて人類の数が3分の1に減少し、科学力も1世紀は後退する。その時点でグラドスが地球人どもの頭上に王のごとく君臨するのだ。2時間後に本艦は月へ向けて移動を開始する。以上だ。各自部署に戻って準備を完了しろ。閣下、ゴステロ隊員が回収されました。英字討伐作戦は失敗です。部下2名が失われました。なんという失態だ。実戦経験豊かな士官が年葉もゆかぬ子供一人に。ゲール注意を呼べ。は、この乗り物に私たちを乗せられませんか。全員乗れます。それで地球か、せめて月まで行くことは可能ですか。計算してみます。データを教えてください。みんなも乗って。はい、はい、デビッド、あなたもよ。あんまり押さないでくれる。狭くて。で、こちらへ。今のところレーダーに異常はなしです。計算を急ぎましょう。へえ、意外だな。異星人の科学って感じはしないな。失礼。あ、待って、しも、あ、あ、月着陸は不可能。え、エネルギー残存量 5.02 ギガカイザー、引力圏離脱所要エネルギー 4.90 ギガカイザー、エネルギー消費率97.6%、 月最接近時の軌道補正エネルギーが不足、着陸不可、月面に激突。そんなバカな。この乗り物で宇宙を渡ってきたんだろう。グラドスから来たのは大型母艦だ。でないと超次元航法に耐えられない。超次元航法？ワープ航法ですよ。地球では未だ開発中ですけど。知ってるよ、それぐらい。 SPT を捨て重量を軽くすればどうなる。標高着陸可能、乗員の生存可能性 1% 未満。他に月へ着陸するための方法は。月最接近時にシャトルを放棄、 SPT による着陸が可能、乗員の生存可能性 99% 以上。 SPT は3機しかない。全員の脱出は不可能ってことね。それじゃ話にならないな。敵の攻撃は？時間の問題です。安全な場所へ避難する必要があります。ソ連基地へ行きましょう。この星の基地はおそらく全滅のはずです。まだ確認されたわけではありません。アメリカ基地が壊滅したとはいえ、ソ連基地も同じと考えるのは早計です。残された可能性は確かめたいのです。わかりました。このまま出発します。何かが今にも爆発しそうな重苦しい雰囲気の中で、私たちはソ連基地へと向かって飛び立ちました。ゲール中尉、グレスコ閣下はお前に名誉回復のチャンスをくださった。感謝いたします閣下。第四惑星掃討作戦の指揮をゲール、お前に任せる。ではやはりエイジは。エイジと地球人を始末して有機物のいない昔の惑星の姿に戻すのだ。は、元はといえばお前のくだらぬ市場からことが面倒になったのだ。二度と手心を加えるような真似は許されぬ。承知しております。英二は第一級反逆罪に該当する。友情はおろか、その姉との婚約すら好ましくないことだ。そのことは、要は反逆者を始末することだ。は、名誉にかけましても必ず。グレスコ提督閣下、自分にもう一度討伐さよう。討伐隊長はゲール中尉に決定した。ゲールなど冗談ではありません閣下。
離せ。以上俺がこの手で。見苦しいぞゴステロ。お前は子供と侮り SPT を失ったばかりか、部下の命をも失ったのだ。全てはエイジめと地球の猿どもの卑劣な策にしてやられたまで。エイジは卑劣な策を用いるほどの作戦経験はないはずだ。それはしかし、エイジに作戦が漏れているとしたら。内部に通報者がいるというのか。証拠はありませんが、そうとしか考えられません。ゴステロ士官、奥歯に物の挟まったような言い方はよせ。黙れ。反逆者の姉と婚約してふぬけになった貴様こそ、グラドス人の風上にも置けぬ裏切り者だ。その反逆者の姉に力ずくで無礼を仕掛け、この私に殴り倒されたはずべき男はどなたかな。ぬーか。やめろ、ゴステロ。やめるんだ。やめんか。ゲール、直ちに任務につけ。はっ。ゲイ、エイジは俺の獲物だ。獲物？誰が何と言おうとこの手で八つ裂きにしてくれるわ。間違えるな。エイジは反逆者ではあっても獣ではない。私がこの手で捕まえて法によって裁かせる。バカな、奴は裏切り者の人殺しだ。アルバトロナル・エイジ・アスカはグラドス人だ。奴に人が殺せないのはデータによっても明らか。じゃあ俺の部下は誰がやったと言うんだ。いずれ法廷で確かめられよう。ゲイルめ、事実が分かれば俺は部下殺しで破滅だ。いい地者とも抹殺してくれる。私たちの希望はすっかりしぼみ、誰と誰が脱出できるのか、そのことにはみんなあえて触れようとはしませんでした。いいえ、できなかったのです。そしてじっと何かを抑えているデビッドの姿に不安を抱いたのは私だけだったのでしょうか。あれですか。やっぱりか。何の反応もありません。人類が長い努力の末に進出した火星、そこに築かれた2つの国の基地と、それから国連基地、みんな灰になってしまった。みんな死んでしまった。それも全て私たちがこの星に到着してからのほんのわずかな時間、あっという間の出来事。どこへ行きますか、ドクターエリザベス。エネルギーと時間を少し無駄にしたようね。他に安全な場所はありませんか。安全な場所、どこにもありゃしないよ。そんな場所ありっこないじゃないか。俺たちはもう絶望なんだ。だってグラドスは来るんだぜ。みんな殺されちまうんだ。一人一人針みたいなレーザーで小鳥撃つみたいに殺されちまうんだぞ。デビッド、君の言う通りだ。あいつは、酸素と水も欲しい。もう残された場所は一つしかないわ。どこですか。無人観測基地。あそこですか。この火星に他の基地はないわ。あそこなら少なくとも水と酸素だけは確保できますね。水と酸素だけは。行きましょう。旋回します。みんな安全な姿勢をとってください。コンピューター作動。メインコンピューターオペレーティングシステム作動。環境整備用プログラムインプット。人工重力を設定レベルコンマ025。方法プログラムロード完了。オールグリーン。発進。ゲイル隊離脱。シャトル噴出用プログラムインプット。姿勢制御作動。射出速度に同調。格納庫内排気。速度同調、排気完了。
は一人、私と三機編隊で捕捉する。了解。直ちにチェックだ。到着次第攻撃するぞ。緊張してたせいか喉がカラカラだよ。水水、これだこれだ。いや冷てえ。ダメですよ、そんなことしちゃ。水は大切にしなきゃ。そうだ、君コップ探してこい。なんで僕が行くんですか。水飲みたいんだろ。ずるいですよ、自分だけ飲んじゃっといて。だってここが私たちの墓場になるのね。堂々巡りの末、結局この暗い洞窟の奥に戻ってきたんだわ。骨を埋めるために。シモーヌ、確かに水と空気はあるわ。でも私たちはここからどこへも行けないのよ。正確にはこのうち4人は永久に。それは違うわ。今頃おそらく月面基地では火星の異常を調査する船が出発しているはずです。その船はいつ到着するんですか。そう、僕らが来たのと同じなら7日と14時間かな。7日も。空気と水があれば1週間だって生きられるよ。大丈夫。そんなに待ってはいられない。僕はその前にどこかの基地へ定期輸送船が来るかもしれない。それはいつです。いつって。大事なことなんです。だって定期船なんでしょ。誰か知らないんですか。誰も知ってるわけないわ。こうしている間にもグラドスの地球作戦が始まっているかもしれない。もうたくさんだ。行けよ。お前の親父は地球の危機を知って、命を捨てても地球人と地球を守れと言ったんだろう。そうだろう。だったらさっさと行けよ。行ってお前の使命を果たせ。誰でも好きな二人を連れてとっとと出てけ。行けたら行きやがれ。デビッド、乱暴はやめなさい。命の恩人、ここまで運んでくれたエアタクシーのパイロット、一人で地球を救う英雄、感謝感激雨あられですか。デビッド、だけどこれ以上恩を着せられるとその重さで押し潰されて死んじまいそうだ。この辺で奴に踏ん切りをつけさせて恩の一つも返したかったんですよ。恩の押し売りをするつもりはない。そうさ、お前は押し売りじゃない。グラドス野郎の小さな英雄だ。チビのふぬけがきが地球を救う使命だ。笑わせるな。グラドスでは喧嘩はしないのかって聞いたのはあんただったな。グラドス神も殴られれば痛い。やろう。腹だって立つ。僕だって人間なんだ。上等だぜ。だけど地球は俺たちの星だ。異星人なんかの思うようにはさせるもんか。それが地球人のおごりだ。自己コントロールができない。核兵器で互いに自滅したこの星の軍事基地が野蛮さを証明している。だったら地球を戦争に巻き込むグラドスは野蛮じゃないのか。立派なのかよ。地球は幼い頃からの僕の夢、心のふるさとだった。地球は俺たちの星だ。俺たちだけのふるさとだ。星は誰のものでもない。
星の心が分かる生き物たちのみんなの場所なんだ。なんだと？小さい頃父さんがそう教えてくれた。きらめく光は命の輝き、緑の地球は優しさに満ちた宇宙の宝石だと。男のくせに口数が多すぎるぜ。僕は地球が父さんの言う通りの星だと信じている。お前も地球人ならどこへ拳を向けるか考えろ。俺の拳は貴様にだ。あれ、待て。違う。赤い。お、うん、どうした、血を見るのは初めてか。グラドス野郎が赤い血流すなんて知らなかったぜ。それに柔道を使うってのも笑わせるぜ。やめて。もうやめて。目標補足。変態のまま突入。了解。待て、逃げる気か。彼が逃げたのではないことは誰の目にも明らかでした。ゲイルの後を追わしてやろうか。え、たまらないな、人殺しというのは。生存確率 0.02%。 貴様ら、影も形もないようにしてやる。